あ、い,いえ、本当に大丈夫ですって。お気持ちだけで十分ですよ。う、あはは。確かに、いつもお料理作る暇なくて、お惣菜とかコンビニ弁当で済ませてますけど、いつもいつもこちらばかりお裾分けしてもらうなんて申し訳ないですよ。はい何か聞こえますか <laughs> ああ、ちょっと激しめのアクション映画を見てたんですよ。どうせ一瞬ドア開けるだけだし、音小さくするだけでいっかーなんて思ってたんですけど、うるさかったですよね。ああ、すみません。ああ、そうだ。今度ちゃんとお礼させてください。いやいやいや、そんなのダメですよ。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか。はあ、そうですか はい。ありがとうございます。それじゃ、また今度時間の空いてる日に一緒にお食事でも。えああ、そうですね。自分のことで忙しくて気づかなかったですけど、言われてみれば確かにここ最近、隣の部屋から全く物音聞こえてこないですね。何かあったのかな あんまり考えたくもないですが、何か事件に巻き込まれたとかだとちょっと心配ですよね。はい。最近はどこも物騒になってきてますから。お互い気をつけましょう。じゃあ、また今度。次はこちらから伺わせていただきますね。はーい。さようなら。ふふ。 なんちゃって。実は一週間前から私の部屋にいるんでした。ね、お隣さん。ねえ見て、また今日もこんなにいっぱいお裾す分すけもらっちゃった。小分けになってるからそのまま冷凍もできるし、これでまたしばらくはお弁当にもカップ麺にもお世話にならなくて済みそう。 ああ、でもあんたには一口もあげないけど。ふふ。あんた、さっき私があのおばさんと話してる時に、自分がここにいること知らせようとしたでしょ。ジタバタもがいて、必死でうーうーなっちゃってさ。う <laughs> っ。たく、言ったよね。私を困らせるようなことしないでって。 なんで言われたこと守れないのそんなにお仕置きされたいわけはぁ、あ、しょうがないなぁ。ほら、これでもう自由に喋れるでしょ ?10 秒あげるから何か言い訳できるならしてみな。ふーん。 あっそう。はい。もう十秒終わり。聞いてるもう時間過ぎてんだから、何言っても無駄。うるさいな。黙れって言ってんじゃん。かな。<laughs> あのさ、私じゃなくて、 あんたが悪いって、何回言ったらわかんのいっつも私にニコニコして愛想振りまいてたくせに、勝手に部屋に女連れ込みやがって。あんたに私を責める筋合いなんてないし。だから、会社とかもうどうでもいいじゃん。一週間も無断欠勤してんだから、どっちにしてもクビになってるよ。あんたは、おとなしく私に飼われてればいいの。 今後の態度次第では、あんたが喜ぶようなご褒美をあげてもいいんだよ。もちろん、あの女と部屋でしようとしてたことも、ね。ふん、本当にそう口では、反抗的なことばかり言ってるけど。こっちは、とっても素直だよ。ほら。 ちょっと体寄せられて、耳元で囁かれただけで、もうこんなに元気になっちゃった。これじゃあ、お仕置きにならないよね。ふふ、まあいいよ。そんな素直なお隣さんには、いいもの、あげちゃおう。なんだと思う はえいイ <laughs> コーラ暴れないの飽き出しちゃダメちゃんとごっくんするまで口押さえててあげるからほーらごっくんってしてほーらはい よくできました。<laughs> しかし、あんたも単純だよねー。私がただ10秒間言い訳させるためだけに、あんたの猿靴は解いたと思ったの、はあ、そんなんだから、どこの馬の骨ともわかんないバカ女に引っかかっちゃうんだよ。今あんたが飲んだのは、体がとっても元気になるお薬なの。 副作用激しいし、本当は使う予定なかったんだけど。いつまで経っても私の言うこと聞かないから、やむを得ず使うことにしたんだ。ふふ。もう顔が赤くなってきてるね。超速攻性って歌い文句は嘘じゃないってことだ。それじゃあ、上、お邪魔します。 あんたが縛られて動けない分、私がいっぱい動いて満足させてあげる。他のことなんて全部忘れて、私のことしか考えられなくなっちゃおうね。